こんにちは、ヒゲジさんです。今回はかっぱ橋までの遊歩道を紹介いたします。こちらが大正池からかっぱ橋までの遊歩道になります。約1時間強の遊歩道になっています。なかなかいいですね。1時間試しながら散策します。なかなかこの遊歩道は、とても歩きやすいし、朝川がこのように散るでしょうけどもあるので気持ちよく歩きます。かなり歩きましたが、この遊歩道そんな急な坂道もなく、得意の息切れもなく快適に歩けてます。なかなかこのような遊歩道がいいです。正面に小高連峰が見えてきます。こちらが田代池になります。田代池になります。このように水がきれいのでバイガモがあります。あずさ川の川岸です。遊歩道の途中で30分ぐらい行ったところにあります。そして小高連峰がだいぶ見えてくるようになりました。この水のせき取っているのはやはりすごいですね。綺麗です。今かっぱ橋まで2キロとありました。まあ私の足ですと40分ぐらいかかるかなと思います。あずさ川の横この遊歩道があります。川面から来るひやっとした風がとても心よく気持ちいいです。
一面にだいぶ田んぼがあります。花はもう1ヶ月ぐらい咲いたと思いますが、水の傾斜の証明だと思います。いやーすごいです、笑っちゃいます。上高地の生石たち、石たちと呼んでしまいました。大将生い立ちです。こちらが厚田川にかかる田代橋になります。坂の頂上見えてますね。ちょっと写真撮ります。遊歩道の霞沢橋です。前に厚田川が見えます。そして抜けると小坂連峰が見えるんですが、まあいにく、もう少しだと思いますが、もう立ってます。穂高の名声に隠れがちですが、厚田川左岸の左側が603、そしてこちら側が霞沢岳になります。ちょっと逆になるので移り悪いですが、こちらが上高地ルミエスターホテルです。この川も歩くのは非常に気持ちいいです。上高地西戸屋山荘です。こちらがザ・パークロッジ観光地になります。上高地のこちらがネイチャーガイドになってます。そしてこちらがカッパ橋になります。渡っています。さすがにここに来ると人がたくさんいます。カッパ橋から見た穂高連峰です。カッパ橋の上からの動画になります。
和菓子の橋の上です。こちらがカッパ橋の少し奥にある上高地のビジターセンターになります。行ってみたいと思います。ビジターセンターの前です。こちらは冬場のライチョウで、こちらは夏場のライチョウになります。